左信公は、中国清朝初期の詩人、文学者。原名は、嗣玉巻、字は、夏へ、豪は、左伝。後に、信仰と改名指字も蚊やまりと改めた。豪には他に多山と、縁は等しとがある。左信公の詩は、左少の書道、朱代、久しの画と共に、海ネ三サ絶と呼ばれる。左信公は、武教小説家の金伊の先祖である。 出身地は、石膏省の海安市で、民末以来、多くの学者、官僚を輩出したことで知られる海、ネエサ市の一族である。5歳から市を作った。10歳の時、高層儀に支持し、経学を研究し中でも、収益に、最も心得があった。20歳から雲南、紀州、河中、河北、東南の各地を遊歴し、大量の市を付して、名を成した。 23歳で同時身に合格し、後期32年に巨人となり、後期42年には53歳で紳士に求大した。後期28年、左神公が朝聖伝の国恵むばり落事件に巻き込まれて免職された。後期41年、後期帝の東順を機に、大学士陳平隆氏などが推薦、見事乗りによって南書房に入った。後期十二年、 官議員編集となった。後期52年退職して故郷に帰り、長年陰性した。陽性4年、佐信孝は弟の殺具庭の、反暴事件に連座して、課長失教罪で逮捕。1727年、佐信孝は家で行くよした。ありがとうございます。